こんにちは、シグナルフラッグツイーです。今回はゲーミング 3D プリンターを作ります。なんだそれ。前回無理やりオクトプリントの設定ビデオを作りましたが、今回の布石です。ゲーミング PC でおなじみの LED ストリップ 3D プリンターにも付けたいです。そう思う人は世界中にいて、オクトプリントにプラグインを入れればすぐに光らすことができます。これがネオピクセルと呼ばれる LED をライン状に接続したもの。 LED の一つ一つにマイコンが搭載されています。 LED はこのマイコンで制御されるので、一本のシリアル通信線で LED の光らせ方を制御できます。 WS2812B という LED チップの製品を買いました。電線は5本出ています。中身は3本の接続ですが、 LED の電源用に別の電線がついています。まずは電源をどうするか。 XY2 Pro の電源はどうなってるか調べます。とりあえず蓋を開けて覗いてみましょう。電源端子です。上から赤黒線が AC100V、 青線がアース、グランド端子が3つ、プラス端子が3つ続きます。電圧は 24V です。中華製品をいじるときは表示を信用せず確かめましょう。24V を外へ引っ張り出します。電流を 5A 以上流せる電線を使いましょう。 Y 型圧着端子はホームセンターで買いました。赤、青、黄とあるんですが、電線の太さで色が異なります。赤が細い電線に使えます。ちなみにビデオの端子のかしめ方は間違っています。高電圧ではなく、確実に電線を挟みたいのでこうしました。プラスとマイナスを間違えないよう電源と接続します。電線をケースの外へ出します。蓋を戻します。LED の電源電圧は 5V です。 24V から 5V を作る高圧電源を接続します。ハンダ付けは面倒なので、ホームセンターにあったワンタッチコネクターを使います。爪を立てて電線を差し込み、爪を戻すだけ。簡単です。作業を続ける前に一旦電源を入れ、 24V が来ているか確認します。5V を作る高圧電源を接続します。 24V なので電子パーツから探すより、トラックの電装パーツを使う方が良いでしょう。実は LED の電源のことをすっかり忘れていて、これはラズパイの電源用に買ったものです。なので電流が全然足りません。 LED の明るさを暗くしておけば使えます。
ここで 5V が出ているかを確かめます。作業中に電源入れてちゃダメですよ。分岐用にワンタッチコネクタをつけます。LED ストリップを接続します。電源のことをすっかり忘れていた LED、 1つあたり最大 0.3W で計算します。 LED がたくさんついてた方がお得じゃんなどと浅はかな考えで144個の LED ストリップを買ってしまいました。 144×0.3 で 43W、 43W 割る 5V で9アンペア、3アンペアの電源なので、まあ明るさ 20% 以下なら遊べそうです。途中でちょん切って LED の数を減らすこともできますが、もったいないので後で考えます。LED ストリップにコネクターが付属していたので、ワンタッチコネクターでラズベリーパイへ接続する電線につなぎます。この製品では白い電線がグラウンド、緑がシリアル信号線です。赤は 5V ですが、これをラズベリーパイへつないではいけません。電流が逆流しラズパイを壊すかもしれません。ラズベリーパイの端子はSD メモリー側から3本目、外側がグラウンド、10本目、内側がシリアル通信線になります。プラグインの準備をします。使うプラグインはこれ。セットアップ方法の説明はここから。今までした配線はここにあります。ラズパイの GPIO は 3.3V なので、本当は 3.3V と 5V のレベルシフト IC が必要です。 LED の入力仕様を見るとハイレベルに少し足りません。 IC はローレベルの方が重要な場合が多いので動く可能性があります。もしも動かなかったら真面目にレベルシフトをするか、ダイオードで電源電圧を落とします。それではオクトプリントにプラグインを入れます。設定を開いてプラグインマネージャーを開きます。一番下の Get More から外部のレポジトリに接続します。 WS28 で検索すると出てきます。インストールします。インストールが終わったらオクトプリントを再起動します。プラグインのセットアップウィザードが動きます。ハードウェアを使うプラグインなので OS 自体の設定が必要になります。必要な設定はこの画面でできるので難しくありません。システムをいじるので OS のパスワードを入れます。オクトプリントのパスワードじゃないですよ。あとはランボタンを順番に押していくだけです。すでに設定がしてある、設定の必要がないボタンはグレーになっています。こんな便利なウィザードがあるとは知らず、最初は手動で書き換えてしまいました。設定が終わったらラズベリーパイを再起動します。LED の電源が入っていれば再起動後にもう光っているでしょう。光らなかったら配線の見直しが必要です。次はプラグインにどんな LED ストリップを使うのかを設定します。
ラグインの設定を開きます。一番上が LED ストリップの設定です。押します。ストリップの種類、最大の明るさ、 LED の数を設定します。初期値は明るさ 50%、 LED 数24個なので1アンペアの電源があれば動作確認できます。 LED のタイプは使うものに合わせて、最大の明るさは電源容量をオーバーしないように気をつけて、 LED の数は使うストリップに合わせるかお好みで。電源を 5V 5A のものに変えました。 LED ストリップも60個のものにしました。これでも光らせすぎな気がしますけどね。簡単にプラグインの設定項目を見ていきます。プリンターの状態で光らせ方を変えられます。起動、待機、通信の切断、プリント成功、プリント失敗、一時停止中です。ヒーターの温度やプリントの進捗状態を表示できます。白色で光らすボタンもあります。やっと設定が終わりました。